カノンが複数いる？意味わかんねえよな。それじゃあ妄想？カノンの数だけ増え続けるだろうな。早速新しい妄想が侵食していました。どこに？中央通りのカラオケバサラよ。行ってみろよ。自分の目で確かめろ。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。どういうことだ。どうもこうもないわ、妄想よ。メルヘンじゃないのかってことだろう。なんだかお城みたいです。まあメルヘンよりは悪くない趣味ね。これもカノンの仕業なのか。知らねえよ。そのうち秋葉原が妄想で埋め尽くされるかもしれないわね。カノンのやつ何人いるんだよ。マジで意味わかんねえよ。入り口は？まだみたいです。このまま放っておいたら。何を心配してんだ。壊されちゃうじゃないか。壊すのは自警団だけじゃない、妄想管理局だっているだろう。管理局はこの妄想を後回しにするだろうな。奴らにとっちゃカノンの方が重要だ。そうね、私たちもカノンを追いましょう。まだ復讐は終わってないわ。妄想が壊されるのを黙って見てろっていうのか。好きにしろよ。ちょっと皆さん。仲いいんだか悪いんだか。じゃあ俺は帰るぜ。そろそろ水分補給の時間だ。喉乾いてんならそこの自販機でおごってやろうか。バーカ、大人の水分補給はアルコールに決まってんだろう。完全におっさんだな。おっさんじゃねえよ、大人だ。それにお前らもカノンとの戦いで疲れてるだろう。今日はもう帰れ。ふん、それもそうね。つかお前どこ住んでんだ。家はこの辺じゃないんだろう。最近はビジネスホテルも豪華でな、割と居心地がいいんだ。んじゃ、またな。待てよ、お前明日も来るのか。だって探し人はまだ見つかってないんだよ。あ、それじゃお疲れさん。あいつ逃げやがった。私も帰るわ。みんな帰る家があって羨ましいっち。なんだよ、俺んちじゃ不満か。当たり前っち。ま、そりゃそうだよな。それじゃあピンク、今日はリュウのお家に帰りましょう。ち、サキさんのことでいろいろと疲れてるでしょうし、それにリュウもピンクとサキさんのお話で盛り上がりたいです。ピッピョン、マジ天使っち。今日も一緒にお風呂に入って一緒のお布団で寝ましょうね。もう今さら驚くことじゃないっち。朝日さんがいない間ずっとリュウのお家にいたんですよ。知らなかった。それでは皆さん、また明日です。バイバイっち。で、俺とお前の二人っきりか。ふん、好都合だ。おい、橘、ちょっと話がある。え、俺に話？裏通りだ。人の少ない場所に移動するぞ。ここなら誰もいないな。おい、どうしたんだ。あいつについて話がある。あいつ？あいつだよ、篠宮レイジだ。レイジがどうかしたのか。あったんだよ、あいつの探し人に。よう、久しぶりだな。レイジ、ね、レイジなの？おい、誰だよこいつ。彼女の名前は東条マリ。その名前、まさか。
ああ、俺の探し人だ。どうしてあなたがここにいるの？野暮用だよ。話したくないってことね。察しがいいじゃねえか。東条主任、ご無事ですか？ええ、大丈夫よ。この男たちは？あなたは誰も見なかった。ここにはカノンもいなかった。それでいいわね？ですがいいわね。はい。じゃあ甘えさせてもらうわ。らしくないじゃない、素直に甘えるだなんて。変わったんだよ、あの頃とは。そんなことが。あの雰囲気、絶対に元カノだな。いや、そこじゃないだろ。レイジの探し人、東条麻里は管理局の人間だったってことか。ああ、だろうな。それにあいつは言ってたんだ、久しぶりってな。それじゃあレイジは？あいつは管理局と通じてる。だけど管理局は俺たちを見逃したんだ。どういうことだ？俺だって知らねえよ。それに探し人は見つかったんだ。もう俺たちと一緒にいる理由はないだろ。だけど明日もよろしくって。だって探し人はまだ見つかってないんだよ。ってことらしいぜ。俺は何かの計画だと思うんだ。きっと俺たちを利用してるに違いない。勘違いすんなって、そういうことか。なあ、どうする？あいつを直接問い詰めるか。答えてくれるとは思えないな。気づかないふりを続けんのか？管理局の連中に筒抜けかもしれないんだぞ。俺にはそうは思えないんだ。なんでだろうな、あんなに口の悪いやつなのに。あいつを信じるっていうのか？ま、そういうわけにもいかないな。まずは俺とお前の二人であいつが何者なのかを見極めるか。明日それとなく探ってみよう。秘密裏の作戦ってわけか。ふん、分かったよ、俺に任せとけ。んじゃ、また明日。呼び止めて悪かったな。お疲れ。じゃ俺も帰ろっかな。あれ、葵？あ、朝日。どうしたんだ、こんなところで。朝日にお礼を言いに来たの。きっとここを通ると思ったから。そっか、待たせてごめんな。って別に待たせたわけじゃないか。二人のことなら気にしないでいいよ。助けたいのは俺も同じだったから。でもありがとう。なんか照れるな。あ、でも二人を助け出したのは俺一人の力じゃないからな。お礼ならリッピョンとコトミにも言ってやってくれ。うん、そうしておく。ま、コトミなんかは別に助けたくなかったわとか言いそうだけどな。それじゃあ気をつけて帰れよ。朝日。あ、どうした？私絶対に朝日のこと、みんなのこと忘れたりしないから。ありがとう、朝日。それじゃあ、またね。大げさだな。ごめん、遅くなった。いつものことね。だらしねえな。来たんだな。あ、朝日さんも来たことですし、これで全員揃いましたね。で、どうするんだ？お城の入り口はまだ開かれてなかったぜ。私の謁見を許さないなんて強情な王様ね。
それとも女王かしら。どうしましょう。お城の妄想者さんを探すのか、カノンさんを追うのか。まずは妄想者を探そう。私はカノンを追うわ。だから妄想者を探すんだって。だからカノンを追うのよ。あのお二人さん、だったら手分けすりゃいいだろう。妄想者もカノンもどっちも追えよ。盲点だった。男二人は妄想者を探せ、俺とジョーちゃん二人はカノンを追う。リーは文句ないです。私も構わないわ。おい橘。ああ分かってる。俺ヤマドと一緒は嫌だってことで、レイジ一緒に行こう。なあ。私も嫌よ。リユと二人で十分だわ。なんだお前、人気ねえな。俺は一人でも平気だ。一人でどっちも追ってやるよ。ま、いいだろう。俺とレイジの二人は妄想者を探す。琴美とリッピョンの二人はカノンを追ってくれ。ヤマトは一人だ。そこで切るんじゃねえよ。それじゃあみんな、何か見つけたら連絡を取り合おう。してレイジ君？おお、久しぶりだな。レイジ、知り合いか？なあ、こいつは。もう、どこに行ってたの？ずっとずっと寂しかったんだよ。それが、こんな昼間に会うなんて、レイジ君らしくないんじゃない？らしくない？だって、会うのはいつも深夜だったから。それも、薄暗い明かりを頼りに。でもでも、また会えて嬉しいよ。レイジ、まさかこのお姉さんと？バーカ、んなわけねえだろ。こいつは馴染みの飲み屋の店員だよ。よろしくね。なんだ。あ、でもでも、レイジ君、あの約束覚えてる？約束？もしかして忘れちゃったの？二人っきりで約束したじゃない、あの暑い夜に。レイジ、お前やっぱり。いや待てって、約束って一体何の話だ。もうやっぱり忘れてる。もう私のことなんてどうでもよかったの？だから待てって。もしかしたら記憶を飛ばした日かもしんねえ。もうそうやってお酒のせいにするの？ひどいな。レイジさん、別に何とでも言えよ。で、その約束ってなんだ？やっぱり気になるよね。もったいぶってんなよ。教えてあげてもいいけど、どうしようかな。そうだ、あのね、ツケを払わないお客さんがいるんだよ。で、その人からお金を回収してきてくれれば、ちゃんと教えてあげるよ。なんで俺がそんなこと。いいぜ、引き受けてやるよ。朝日だってレイジの約束気になるし。お前な、本当に本当に引き受けてくれるの？やったー、ラッキー。分かったよ。その代わり約束の内容をちゃんと教えろよ。そういう何でもはっきりさせたがるところ、昔と変わってないんだね。どうだかな。で、その客はどこにいるんだ？すごいお酒好きな人だから、どこかお酒が飲める場所の近くかな。それじゃ適当に見て回るとするか。
はちゃんとこまめにしておきましょう。いや、酒飲める場所じゃん。いらっしゃい。あの、あけみさん、いつもつけてく困ったお客さん知りませんか？うちはつけは禁止よ。だからそんなお客は来たりしないわ。だってよ。そっか、そうなんですね。だけどおそらく、それは福さんの話じゃないかしら。ああ、福さんか。なんだ、知ってるのか？福さんは敏腕のプログラマだよ。ただちょっと酒癖が悪くてな。前に一緒に飲んだ時もさっさと潰れちまってさ。俺が代わりに立て替えたこともあったっけ。福さんならきっと裏通りの青塚じゃないかしら。わかった、行ってみる。あの、あけみさん。なに、どうしたの？レイジって誰かと飲んだりするんですね。昔はね。おい、さっさと行くぞ。ごめん、すぐ行く。酒だった。九州男児は飲まなきゃやっとれん。よ、福さん。お、なんだお前、もしかして篠宮か？ああ、随分と久しぶりだけどな。いや、久しぶりだな。どうだ、再会を祝して一杯。飲みたいところだけど、今日は未成年のお守りもあるんでな。レイジ、それって。それより福さん、だいぶツケが溜まってるみたいだけど。え、そういえばそうかも。って、どこの店にいくらか忘れちまったよ。回収を頼まれてんだ。なあ、ちゃんと手持ちあるか？それは迷惑かけたな。まあ、あの店だろ。おい、これを返しといてくれ。お、確かに受け取った。だけど、篠宮、今までずっと何してたんだ？まあ、いろいろとかな。まだ仕事は続けてるのか？篠宮も同業者だっただろ？それだったら、とっくに辞めちまったよ。なんだ、そうなのか。まあ、困ったらいつでも言ってくれよ。なあ、レイジ、お前さ、俺と一緒だったんだな。何の話だ？まさかニートだったなんて。やっぱり苦労してるんだな。勝手に言ってろ。さっさと金を返しに行くぞ。セーブポイント発見です。休憩されますか？ほれ、回収してきたぞ。まあ、ありがとう。で、約束ってなんだ？さっぱり思い出せなくてな。やっぱり気になるんだね。さっさと教えろって。それはね。なんだかドキドキしてきた。はい、これ。なんだこれ、酒だな。前に約束してたお酒だよ。これね、なかなか珍しいやつなんだから。ああ、そういや、そんな話をしたな。思い出した。ま、報酬代わりにもらっとくよ。たまにはお店に顔出してね。それじゃ。なんだ、こんな約束だったのか。お前、何を期待してたんだ？大人のラブロマンス。これだからガキは。大人だったらそういう話だってあるもんだろ。大人ほど愛とか恋とか信じないもんだぜ。
あ、待てって。セーブポイント発見です。